大部屋出身の俳優で、後に中堅俳優で活躍した塩地明は、塚公平原作の、蒲田更新曲の主人公安役のモデルになった人である。本作の有名な階段落ちが、本編の見どころであり、階段の真上から切られ、後ろ向きで落ちる命がけのシーンを、この当時の時代劇で実際に実演したのが、大部屋時代の塩地明であったのは、有名な話だ。昔の映画人は、 個性が強く突出した怪人俳優が多かった。もちろん、塩地もその中の代表格の一人であるが、令和の若手俳優陣を見ていると、昔の俳優の異質な機械さが、今と比べようもなく、抜きんでたのがよくわかる。本日はそんな怪人役者、塩地明を紹介してみたい。塩地明は、1928年1月京都市で生まれた。小学校を卒業と同時に、 満州開拓青少年義勇軍として訓練所に入所し、戦時中に満州へ渡る。そして終戦後に復員するも、職になかなかありつけない中、俳優業に興味を持ち、1947年頃から新星座や高田高吉劇団に所属した。やがて、高田の口聞きもあり、松竹の映画などへ早くで出演するようになるが、長らく、ギラレア家業が1960年代半ばまで続いた。 小竹映画、浪人街の冒頭に何人かいる浪人の中の一人が塩地であったが、それとなくわかる人が見ればわかるという程度の早く扱いであった。それは1957年東映入社以後も相変わらず、その役どころは大部屋俳優の息を出なかったが、そこから徐々にセリフのある役もつくようになっていく。特に小り性で粘り強く、映画作りに定評があった加藤隊監督には気に入られ、 塩路は印象に残る役を演じるようになった。鶴田浩二は塩路明よりも年齢が四つ上だが、高田孝吉の弟子入りは塩路の方が早く、後年、何かと後輩たちに厳しかった鶴田も、塩路には頭が上がらず、鶴田。鶴田、と彼に呼び捨てにされても、何も言えず、苦笑いするしかなかった。そんな鶴田の代表作の一本に、明治京閣伝三代目襲名、があり、 塩地は序盤から登場し、親分を付け狙う不気味なヤクザを演じた。鶴田は監督の加藤隊と演出のことで、ぶつかり、何かと問題を起こした作品であったが、映画は工業的にもヒットした。塩地も自身が辞任する代表作に本作を挙げており、思い入れの強い一本となった。また、子供向け特撮テレビ時代劇、仮面の忍者赤影では、魔風イカズチマや無道一つ目を、凝りに凝ったメイクで、 強烈に演じ、これを見た当時の子どもたちも、このグロテスクな怪人ぶりをさぞかし忘れられなかったことだろう。その後、フリーとなり、テレビドラマが主流となる中、私生活では無料の書道教室を開くなど、子どもたちに書道を教える背景には、終戦後、帰国し、茨城農業中学の卒業資格を取得したものの、その資格が生かされなかったことが大きかったように思う。 素顔は映画やテレビの悪役で見る人とは違い、子供好きの優しい人だった。映画では肉々しい悪役を数多く演じたが、仁義なき戦い、シリーズなどでは、温情そうな人柄の良い、味のある役を小さな役ながらも、印象深く演じていた。